第三章。縁側を戻って手前の六畳へ入ると、そこには昨夜のままの喧嘩の先末の死骸を見守りながら、その兄弟分と名乗る一次の馬吉というヤクザ者と、宝山港の先達で2500両の寄付を集めた責任者、新町の地主よろずや次郎兵衛がにらみ合っておりました。馬吉は37、8の薄汚い身なりとグロテスクな表を持った界隈の嫌われ者で、よろずや次郎兵衛は50前後の肉の厚い酒焼きの光る愚鈍らしいくせに、何事にも一人くつこねなければ気の済まぬ男が、2500両紛失の責任の当面に置かれて全く腐りきっております。親分、これは大変なことですね。先末の死骸を見ると、八五郎はさすがにその不自然に目を向きます。おめえも気がついたか。細引きで縛った上、喉笛をかき切っている。刃物は？平次は辺りを見ました。先松の持ち物だそうで、死骸のそばにありました。よろずや次郎兵衛は懐紙の上に置いたすごい合い口を指さしました。ざっとそれは一尺一寸くらいはあるでしょう。喧嘩刀と言ってもいいほどの代物で、昨夜先松が用心のためにそれを飲んできたことは疑いもありません。現に少しの汚れもない鞘が地染めの合口と並べてそこに置いてあるのです。これほど達者なものが黙って縛られた上、素直に自分の喉笛を刺されたのかな。離れといっても母屋は廊下続きの三試験先にあります。あたりが静まり返った夜中に、やあともすーとも言わなかったにしても、バタバタやっただけでも、母屋から誰か来てくれそうなものです。そこには現に、ここにいる先達のよろずや次郎兵衛をはじめ、手代の美濃吉も小祖母の雄太郎も待機していたはずです。死骸になっている先松は、喧嘩というあだ名も取っているだけに、子作りではあるが、35、6の申し分なくたくましい男でした。色の浅黒い顔の四角な顔、青ひげが耳の下まで頬を染めて、腕っぷしの強そうな闘志満々たる男っぷりは、無抵抗に人に縛られて喉笛を黙って刺されている人間とは見えません。それにその野生的な顔にみなぎる宝越にも似た穏やかな表情は何としたことでしょう。こいつはよっぽど司祭がありそうだな。八平次もことの容易ならぬ様相にスタートを踏み直す心持ちになりました。あの山地坊主に負けちゃ大変ですよ。夜分、八五郎はそんな気楽なことを考えているのです。賭けをしたのはおめえだ。俺は安心しているよ。間違っても坊主にされるのはおめえだ。八五郎の入道姿などは洒落たもんだね。裸たねえでくださいよ、夜分。あの子が泣くぜ。平次がこんなバカなことを言っているとき、そのときは平次の神経が八方に触覚を出して、何か素晴らしいヒントをつかみかけているときでした。なんか手がかりを見つけたんですか、夜分。手がかりというほどのことじゃねえが、死骸の手足を縛った細引きの結び目におめえは気がつかねえか。死骸の手足を縛った細引きは、死骸の世話をした人たちが必要な程度に切りほどいてありますが、切ったものに心得があったらしく、肝心の結び目はそのままで、細引きはまだ完全に死骸に絡みついているのです。男結びとか女結びとか旗結びとか、そんなまともな結び方なら少しも不思議はねえが、これはおめえ罠になっているじゃねえか。わざわざ細引きに罠をこしらえて人を縛るものはねえよ。先松ほどの達者な男が罠へ手を突っ込んで縛られるのも変じゃねえか。これは先松が自分で自分を縛ったのさ。細引きで最初に自分の足を縛り、それから罠をこさえて後ろ手に両手を突っ込み、口を使って締めたんだ。平次は死骸に残る縄の結び目を指さしながら、
事細かに説明するのでした。親分、それは本当でしょうか。目の色を変えて詰め寄ったのは先達のよろずや次郎兵衛でした。縄の結び目を見るがいい。こんなバカなことで縛られる人間はねえよ。すると泥棒に2500両の金を取られたということにして、先松がそれを隠したに違えやるね。いや、どうかしたら相棒にそれを運び出させ、自分で自分を縛って人目をごまかす気だったのかもしれねえ。四人は思わず固唾を飲みました。銭形平次の説明はあまりに適切で、一言半句の異論を挟む余地もありません。ところがその相棒は急に気が変わった。先松と組んで2500両の小判を山分けにするはずだったが、先松を眠らしてしまえば自分が独り占めになることに気がついた。先松は自分で自分を縛っている。先松の自慢の合口はその膝の前に転がっている。相棒は気が変わった。先松の合口を取り上げると、後ろから馴れ馴れしく近寄って自分で自分を縛っている先松の喉笛を一思いにかき切り、2500両の小判をさらって逃げ出してしまった。平次の論理は依然として容易に意を挟む余地もありません。ほっ、この野郎だ。よろずや治兵衛は矢庭に一次の馬吉に飛びかかると、その胸ぐらを必死と掴んだのです。2500両を独り占めにしたのは、先松の兄弟分と名乗って出たこの男のほかにあるべき道理はありません。第四章。おっ、何をしやがるんだ。一次の馬吉はそのもろ手を逆に掴んで、何の苦もなく胸ぐらから離しました。まさに養心流の逆手、逆手です。畜生、2500両を返せ。もだもだと掴みかかるよろずや次郎兵衛に、兄を面食らってやんない。俺は先松の兄弟分にちげえねえが、2500両を取った覚えはねえ。現に俺はゆんべ一晩畑の賭場に入り込んで尻の毛までも張って出たんだ。証人は10人もあるぜ。おいとっさん、ような悪名をつけるとただじゃおかねえよ。馬吉は次郎兵衛を突き飛ばして、その砲下駄を2つ3つ続けざまに高鳴らせました。しくしょう、泥棒め。次郎兵衛は湯気の立つほど怒りましたが、これは喧嘩になるはずもなく、目を向いたり歯を鳴らしたりするのが精一杯です。美濃さんと言ったね。ゆんべ戸締まりはどうなっていたんだ。平次は不意におよそかけ離れたことを手代の美濃吉に尋ねました。母屋は何の変わりもございませんでした。九つの鐘が鳴りやんだばかりの時、おかみさんに火の用心のことを言われて、念のため防火自体に離れへ来てみると、滝松さんはこのありさまじゃありませんか。思わず大きな声を出すと、うち中の者がみんなここへ集まってきました。見ると先松さんが殺されたほかに2500両の小判がなくなっており、縁側の雨戸もここから逃げたと言わんばかりに開いておりました。そこからみんな飛び出したことだろうな。平次は口を入れました。馬鹿念をした形です。一人残らず外へ飛び出しました。ところが不思議なことに、裏も表も木戸は厳重に内から閉まっておりますし、忍び返しがあの通りで、兵を起こして逃げ出す工夫もありません。でも、くせ者が2500両を持ち逃げしたことは確かですから、飛び出した人数の半分はうちの周りを見ることにし、あとの半分は木戸の外に飛び出して、上手下手からため息のあたりまで調べましたが、くせ者が逃げた様子もなかったんです。手代美濃吉の説明は誠に行き届きます。やっぱりくせ者はこの野郎ですよ、親分。早く縛ってください。逃げられでもすると、あの2500両が。よろずや次郎兵衛は、馬吉を指さしながら泣き出しそうになるのでした。いや、それだけ厳重に、内から閉まっている木戸をどうして抜け出したんだ？平次には、まだ腑に落ちないことばかりです。塀を乗り越える手がありますよ、親分。忍び返しはあの通り無事だ。それにくせ者は2500両の小判、千両箱が3つ、どう積もっても10貫目以上の荷物を持っているはずだ。それくらいの荷物は持ちやすよ、あの体ですもの。よろずや次郎兵衛は
すごい顔して睨んでいる一次の馬吉の威嚇にも屈せず、その顔を正面から指さすのです。あ、待ってくれよ。先松が相棒を使って仕事をしたんなら、何も細引きの罠までこしらえて自分で自分を縛るような不自由なことはしなくってもよかろう。ほんのちょいとその相棒に縛ってもらえばいいんだ。平次の言葉はあまりにも常識的ですが、ほとんど決定的な強さを持っております。先松ほどのしたたかな悪党が確かな相棒を一人持っているなら、何を苦しんで露見の恐れるようなバカな危険を用いるでしょう。そんな危険を犯す必要があったのは、全く相棒がなかったためとも言えるのです。すると親分、八五郎は気が気でない様子です。あらゆる過程をご破算にしてしまった平次は、一体何をよりどころにこの後の調べを続けるのでしょう。隣の部屋の宝雲斎は数珠を押しもみ押しもみ、勝ち誇った調子で祈り続けております。先松を殺して2500両の小判を盗んだくせ者でなくとも、現に宝雲斎に対して敵意と憎悪に満ち満ちている八五郎自身でさえも、あの山師坊主の強引な熱湯に引きずられて、蜘蛛の巣にかかった虫のように、あの祭壇の前に引きずられていきそうな気がしてかないません。